毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。自動車メーカー各社は、電気自動車業界のゲームチェンジャーとなる全固体電池車の開発を競っています。お隣さんは、電気自動車市場で、日本企業は遅れをとっていると嘲笑っていたのですが、トヨタが世界で初めて全固体電池で走る電気自動車の映像を公開してパニックになっています。ニュースの詳細。トヨタ自動車が7日、全固体電池で走る電気自動車を公開した。公式 YouTube チャンネルで公開した映像には、昨年6月に開発したという説明もつけた。トヨタは、世界で初めての全固体電池搭載プロトタイプ自動車で、正式なナンバープレートも取得したという英文の説明も付け加えた。全固体電池は、電気自動車産業を変える画期的な技術に挙げられる。現在販売されている電気自動車に搭載するリチウムイオンバッテリーは、液体状態の電解質を使う。これに対し、全固体電池は、電解質が液体ではなく、固体状態のバッテリーを言う。全固体電池が次世代バッテリーとして注目されるのは、リチウムイオンバッテリーより、爆発や火災の危険性が少なく、走行距離は長いためだ。トヨタは、この日、全固体電池電気自動車を公開し、走行データなどを収集していると説明した。トヨタは、この日電気自動車バッテリー投資計画も明らかにした。2030年までに1兆5000億円を投じる。ここには、全固体電池開発計画も含まれた。トヨタは、全固体電池を活用できる最初のモデルを考えていると説明した。だが、トヨタは、電気自動車バッテリー投資の金額を公開しただけで、具体的なバッテリー工場建設計画は出さなかった。これに先立ち、トヨタは、2030年に、世界市場で、ハイブリッドカーを含む電気自動車を800万台販売すると発表した。2025年までに、純電気自動車は、15モデルを発表する計画だ。トヨタは、電気自動車用バッテリーと車をまとめて生産し、コストを、現在の半分程度に減らせる方法も考えている。トヨタが、全固体電池車両を公開し、電気自動車用バッテリー市場の競争は、さらに熱くなりそうだ。リチウムイオンバッテリー中心の既存のバッテリー市場も大きく再編される可能性が高い。とのことです。いい感じ。予想よりも、早く全固体電池で走る車を作るってすごいです。ハイブリッドといい、全固体電池といい、どこかのパクリではなく、独自技術での世界初は頼もしいニュースですね。ナンバーを取得してから発表するというところが、堅実な経営をしているんだなって伝わってきます。ナンバープレートがついたということは、法的な面と安全性の面の両方をクリアしているということです。お隣さんは、よく、自国の自動車メーカーと日本の自動車メーカーを比較して、電気自動車市場で日本に勝ったと騒いでいます。他にも、なんとかが成功して、なんとか強国になったと、すぐに自慢します。しかし、中身が、すっからかんで使い物にならない。比較するのは勝手ですが、そもそも勝負になっていないのかなって思います。自国産のバッテリーで爆発が相次ぎ、何千億円というリコール費用を請求されて、経営が苦しいお隣さんのバッテリー企業にとっては、最悪のニュースです。トヨタの発表で確定したことは、リチウムイオン電池は、近々、時代遅れの技術と成り下がり、その電池を積んだ EV の中古価格は暴落するということです。リチウムイオン電池の販売で飯を食っているお隣さんのバッテリー企業はどうするのでしょうか。ほんで、米国で電気自動車関連特許を調査した結果、日本企業が圧倒的に有力な特許を持っていることが分かっています。競合他社によって類似特許として引用された回数や、他社から侵犯を申し立てられた回数などをスコア化した結果、首位はトヨタでした。回数が多いほど競争力のある重要な特許と評価します。EV 関連特許には、モーターや電池など車の構成部品に関するものや、充電設備などインフラの技術も含みます。EV の特許競争力ランキング上位50社のうち、トップ5は第1位トヨタ自動車8363ポイント、第2位フォードモーター6564ポイント、
第3位ホンダ3849ポイント、第4位ゼネラルモーターズ3283ポイント、第5位メンソー2581ポイントとなっています。隣国企業では現代自動車が第10位、 LG 化学が第11位に入っています。日本企業の技術はしょぼいと嘲笑っていた隣国企業はトップ5に入れなかったみたいです。上位50社まで広げてみても隣国企業は5社しかないんです。国別に見てみると日本21社、米国13社、ドイツ5社、韓国5社となっています。日本企業は電気自動車 EV の販売では遅れをとっているのですが、技術力ではトップなんです。とはいえ EV 販売ではテスラなどに出遅れています。 EV とプラグインハイブリッド車 PHV の2周年の世界販売トップはテスラです。日本勢は日産の14位が最高で、トヨタは17位と順位が低いんです。技術力を販売につなげ、開発当時の原資を確保する好循環を生み出さないと、いずれ技術面でも逆転されかねません。こちらがお隣さんの反応です。全固体電池の開発は5年以上かかると思っていた、遅れていると思っていた日本企業の開発がこのレベルまで来ているなんて信じられない。全固体電池は実験でいくつか作ることはできているだろうけど、大量生産が難しい。全固体電池は非効率だし、将来の代替バッテリーとは言えない。今国内の研究陣が全固体電池の欠点をカバーすることができるバッテリーを開発しているから、それを見守ってみよう。全固体電池を搭載した電気自動車が羨ましい。リチウムイオンバッテリーを積んだ電気自動車は走る爆弾です。開発計画があるだけで、まだ完全に成功したわけではありません。量産するためには今しばらく待つ必要があります。その間に我々はさらに目を行く次世代技術を日本よりも早く開発すればいいだけだ。トヨタはハイブリッド車で世界最強だったが、電気自動車でも世界を変えるかもしれない。電気自動車では我々が主導権を握っていると思っていたけど、あっという間に奪われてしまった。残念ながら世界的に認められているのは現代自動車よりもトヨタやホンダです。結論を言えば商用化は無理です。リチウムイオンに依存して全固体電池の開発が大きく遅れてしまい、エコカー後進国になってしまった。水素車は燃費が悪くて売れないし、電気自動車は火災の危険がある。爆発する危険性がなくなった場合、電気自動車市場を独占してしまうほどの画期的な出来事だ。まだ研究段階だし試作に過ぎない。大きな意味はない。以上が国民の反応です。警戒すべきは中国です。 EV と PHV の販売ランキングで中国勢は BYD など7社が上位20社に入っています。優れた技術はたくさんあるのに、販売面で優位に立てず、技術面でも遅れを取る。かつて日本の製造業はテレビやパソコンといった電気製品で世界市場を席巻しました。しかしほどほどの品質と低価格を両立させた隣国や中国の企業に逆転されてしまいました。同じ鉄を踏まないように注意してほしいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。